絶好調に、なんか吹き出物が、吹き出物ができてる。で最近昼間仮眠を取るんですけど、ちょっとで寝てると、ま、口の中をね、舌とか唇の中をガンって噛んで、噛んで、こうやって起きるんです、痛みで。めっちゃ思いっきり噛んでる。まあまあまあ、なんでやろうやないで、なんかこう思い当たる節はあるのでね、やっぱ起きてることって、何必ず何か意味があることが起きてるので、自分の中で、自分の中で思い当たる節があるので、それを改善しようかと思います。まあまあこれも食生活ですな。まあこれをじてひとりさんとこ青汁に助けられてるみたいな感じですかね。やっぱ食生活を、改善しないといけないんですね。はい、まあそんな感じで今日の鴨明さんのお題は、穴を掘ってました、何が出てきましたか。これはなんか意味があるお題なんでしょうね。でも何も出てこなかったんで、でよくよく考えた今はちょっと変わったんやけど、もうとりあえずとあのコメントに入れたのはもう何も出てこなかったので、まあ掘った穴埋めながら今という瞬間をワクワクしていきますと、行こうかと思いますと、その今っていう瞬間をワクワクしながらやるのは一緒なんやけど、掘ったらまあまあやっぱり今までのこう人生がやっぱ入ってましたよね。キラキラしてる、あこういう経験、こんなにねいい経験をいっぱいやって今の俺があるんやっていう今までの思い出がやっぱ入ってたんじゃないですかね。それがあまりにも膨大すぎてどれってやっぱ考えられなかったから、やっぱ漠然と何も思い浮かばなかったんかなと、でやっぱ思い出すのはやっぱ病気してた頃やし、もう病気してた頃の話を何回もやってもね、みんなが悪のね苦労話よりも、まあ、苦労話を笑いながら喋るんやけど、やっぱ苦労話よりも明るい話の方が良かったことの話の方がいいんでね。はい、まあでもそんな感じでしたね。今という瞬間をワクワクで、この今っていう瞬間の連続が人生なんでね、はい、もう過去は終わったことやし、未来は人の未来っていうのは結構見よって、あこうなるんやろうなって予測はできるんやけど、自分の未来だけは本当ね、人のことは分かっても自分のことはよく分からんっていう、よく言われるけど、本当自分の未来って、やっぱ分かんないし、予想もなんかで予想 してもね、ただ分かるのはどんどん良くなると、どんどん良くなっていくっていうのだけは分かるんやけど、どんどん良くなるんやけど、良くなる前にちょっとやっぱこう上がる前にはちょっと沈むんでね。そうだから日曜日、木をね、家の玄関のところにあった大きい木を切った、あれのやっぱこうね、なんていうの、超回復がすごくて、もう昨日一昨日は本当に眠たかったっすね。もうなんかひたすらちょっと時間があったら寝て、で寝てたらカンって口なんか噛むんで起きるんでね、あれは起きるみたいな、これは気をつけんといけんな。まあまあ、で今ちょっとこう体がね超回復で少し停滞している時なので、
まあこれが今日ぐらいから復活してくるので、またちょっとこう、まあ、やらないといけないことがあるんでね、それを淡々とこなしていったら、またおおこんないいことになったねってまたなるんでしょうね。うん、はい、そんな感じで。お、昨日はだからそんな感じでしたね、一日。うん、夕方の少年サッカーの指導に行ったんやけど、なんかね、やっぱ子供たちっていいですね。こうなんかマニアックなことしてもね、一生懸命なんか理解しようとしてやってくれてる子もいるのがやっぱなんか素晴らしいなと思ってね。でやっぱバランスの法則でもう全然その輪にも入れない、もう輪にも入れない、なんかこうずっとわけのわからんことを言ってるような子供もやっぱおるんですよ、一割ね。でもこういうね、でお前もううるせえとかちゃんとしろとか周りから言われようんやけど、そういう子がおりながらも俺はちゃんとするっていうメンタルを作りっつって、で俺自身がそうですもんね、俺自身がそうやってあのちゃちゃ入れてきたり、ちゃんとしない子供たちを見ながらでも平常心で絶好調ってね、笑いながらこう笑顔で、指導するっていうのをやるっていうメンタルトレーニングをしてるので、子供たちにもこういう子がおってもちゃちゃ入れてもわわ言いながら集中して俺はやるっていうのをやってたら、絶対将来ね、中学高校、まあ、社会人になってもその経験がどんな環境の中でも俺は笑顔でやるっていうのが小学校の時からできたらもう最強ですよ。いや本当にまあ、俺はトレーニングコーチなんで、小学校の頃からトレーニングやって競技やってコンディショニングをやるっていう流れを小学校の頃からやると、もうそれが普通になるんで、もう中学高校になったらやっぱすごいこう差が出る、めっちゃ差が出るですよ。なのでね、これをこれからも一生伝えていくんやなと思って、でずっとね、いつも言ってるけどね、しっかりトレーニングして競技で一生懸命頑張って、で最後はちゃんと体整えてコンディショニングして終わるんよと、これはもうこれがもう俺のトレーニング理念、コンセプト、これからも一生伝えていくことですね。はい、な感じで。お、まあ7、お、まあ8分や、8分ですけどこんな感じでいいかな。はい、今日の一人さんは、仲間がいるから楽しい、仲間がいるから前進できる、仲間がいると良いことが何倍も楽しくなります、仲間が大勢いると良いことが何倍も何倍も何倍も楽しくなります、仲間がいると嫌なことがあってもすぐ忘れられます、仲間の笑顔は生きていくのに絶対に必要な宝物なんですね、そしてみんなにとって良き仲間のあなた、あなたの笑顔がみんなの宝物なんだよね。素晴らしい。そうね。まあ仲間って、ワンピースいつも見てるんでね、仲間は大切にしようと思いますね。自分の信念を貫きながら仲間は本当に大切にして、仲間ってだね、もう今関わってる人たちみんなですよ、良くも悪くも、良くしてる人も、なんでそんなことするのっていう人も、全て仲間ですね。俺を成長させてくれる、俺を助けてくれるね、仲間なのでこれからも仲間と一緒に前進していこうかと思います。はい、まあ、そのためには俺が大きい人間にならないとね。まあ今でも十分大きいんやけど。ね、そんな感じで、まあちょっとうたた寝してたら舌噛んだり口の中噛んだりして起きるけど、まあ昨日おととい2日間は超回復で、
まったりしっかり回復できたので今日から頑張ろうかと思います。よかったねー、はい、ほほはははほほはははイエーイ、いいぞいいぞイエーイ、よし大丈夫でしょうかよ、大丈夫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 、なんとかなるでしょうかよ、なんとかなる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 、ついてるでしょうかよ、ついてる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 、高評価ボタン、チャンネル登録、体に話、メンタルに話、英語の話、悪い話、小説いっぱい見てください。で、こうやって言ってる間もちょっとこう目がね、目がしょぼしょぼしてきてまだ眠いんやね。昨日早く寝たけどな、眠りがちょっと浅かった。あ、眠りが浅かったんや。なんか昨日はなんか3回ぐらい夜中起きてちょっとこう喉を潤したな、炭酸水でね。はあ、はあ、ちょっと今からまた歌たねしようかと思いますじゃあついてる笑顔でにんプチ